日本語コンテンプ日本語学習者のみなさんをいつもいつもおうするポッキャスティング今日はできることをやることについて「よよお前たち今日も始まった日本語コンテンペ始まりました今日もいつものように話します 日本語コンテッペはもうすぐ450回頑張って続けてきたでもそのおかげで皆さんと今日という毎日を共に過ごせる一緒に過ごすことができるやっぱりこれはどんな時代でもどんな世界の うーん世界のどんなことを何を言ってるんでしょう世界がどんなになっても僕たちは一緒に生きている嬉しいねはい皆さん日本語ちょっと途中で歌がね止まってしまいましたけどまあたまにはそういうこともあるでしょうそれででもりり直直ないし、ね、しをしないですね一度取り直すと取り直しのループに入ってしまいますからもう取り直したくない。 ね、なので、えー、いつものようにノンストップで話していきますからねスポンテニアスに話していきますからよろしくお願いしますマ,マンモスマンモスマンモス、ね、パオーンそれはゾウだよ、ね、えー、皆さん元気ですか僕は元気ですよちょっとね鼻水が出てますけどあの鼻水ねちょっと鼻これね多分ね花粉症です、ね、ご心配なく あのー、あっちの方じゃないですよね。あっちの方のちょっと最近怖いあのことではなく、多分花粉症ですね。えー、もし僕があのアップデートが止まったらね、あの日本語コンテンツのアップデートが1週間以上なかったら、多分僕はあのー、病気になってます。<laughs> 多分そうだと思います。病気になったらアップデートできないですからね。えー、レコーディングもできないし。 まあその時はあの気がついてくださいね。あてっ平先生鉄平さん多分あのコロナウイルスにやられてしまいましたね。まあ、そうそうそうかもしれないそうかもしれないね。でもねこんなこと言わなくて言わなくてはいけないこのやっぱり状況は本当に不安ですよね。普通いろいろなことっていうのはあの結構あの、まあ、一つの場所で起こりますよね。例えば あのー、もう10年近く前ね9年ぐらい前ですけどあの日本でね地震があった時、えー、たくさんの人が亡くなりました、ね、ただそれはそこに住んでいた人たちですよねその津波のエリアに住んでいた人たちがたくさん亡くなりましただけどもちろんねそれ以外のところに住んでいる人たちにはその影響はなかったんですよねたくさんの人が亡くなってこれは本当に大変な、えー、ことでした だけど東京ではほとんどあもう多分一人もいないのかなら、うん、しい東京だけじゃなくて世界もねそれ以外の日本もあのどこでもみんな大丈夫でした。というわけで普通はねその局地的と言いますねこういうのは局地的その一つの場所だけで起こることが多いんですけどね例えば戦争とかもまああのー、もちろんテロとかねあの紛争紛争というのはほとんど戦争と同じですけどまあ 一定のエリアではねよくあの起こります、ね、ずっと、ね、ずっとありましたねイラクとかねもちろんずっと戦争状態にあったし、ね、大変たくさんの人が亡くなってこれは本当にひどいことですだけどねだけど、まあ、ここで言いたいのはそれはやっぱり局地的そういうエリアがあってそういう国とかねそういうエリアがあってそ,そこに住んでいない人たちは影響はなかったんですけどコロナウイルスは 世界中の人ですからねこれは本当にうーんまあまあどこにいてもね誰でもねどんなどんな人でもですよ関係なくこうやってもうある意味フェアに映っていくっていうのはこれは本当に恐ろしいことですね。まあ子供はね結構大丈夫っていう話がまだありますからそこはね 少し安心できますけどもちろんねお年寄り年を取った人たちにとっては本当にこれは危険な病気ですからね、えー、気をつけないといけない、うん、はいえっ、ー、とコロナウイルスの話になるともうそれだけで時間が終わってしまうので今日もまたね、えー、できるだけこういう時にどうやったら勉強を続けられるかそれをね話したいと思います。 僕の、まあ、パーソナルフィロソフィーっていうんですかねこういうのの一つにあのできることをやるっていうのがありますできることをやる、ね、できないこととかできないタイミングっていろいろありますよねまあいろいろなことがいろいろなタイミングでできないですよね例えばね僕はそれを思ったのはたくさんありますねたくさんあるえー、まあ例えば子供が生まれて すごく赤ちゃんは忙しいです,忙しいですからね子供がいると。でその時にじゃあどうやって勉強するか、ね、そういうのとかあの何をするかね子供がいると何もできない、ね、本を読むこともできない、ね、その時にどうやって勉強するかとかね、えー、とにかくできることは必ずあります。ね、あの前回僕が話したように 僕の子供には、あの、アレルギーがあってね。で、食べられないものが結構あります。だけど、食べられるものの方がやっぱり多い。たくさんのものを食べることができます。だから、食べられないものにね、フォーカスするよりは、もちろんね、注意はしますよ。食べないように注意はします。注意はするけど、過剰にね、過剰に、ツーマッチに、ネガティブになってもしょうがないです。だから、食べられるものがたくさんあるというふうに考える。 できる食べられるものを食べるだからこれができることをやるっていうことですできないことにはあまりフォーカスしないっていう方がやっぱりいいと思うんですねで僕もできないことはたくさんありますだけどそんなことにねフォーカスしてもしょうがないからやっぱりできることね自分ができることをやろうということでいつもそういうふうにね考えてやっています例えばあのこういう話もありますねじゃあ家族がいます うん、家族がいて子供がいてで例えばあの明日ね明日次の日ね明日はキャンプをすることになっているキャンプねキャンピングねキャンプをするで子供はすごい楽しみにしているだけど急に天気が悪くなってきたそして次の日の朝ですね朝になったら天気が悪い雨が降っているねそして子供は 泣くんですね。キャンプに行きたい、ハイキングしたかったね。そしてそこまあ雨の中でもキャンプできますけどね。まあまあハイキングとかはできないからもうね危ないし海山に行くのはやめよっていうことにねしたときに子供は泣いてます。<laughs> そこでそのお父さんはねお母さんでもいいんですけどねお父さんやお母さんどっちでも両方でもいいですよはあのガレージの中にね。 カレッジがあればいいですけど、なかなかったらもう家の中でいいです。家の中でいいです。家の家の中にしましょう。家の中にテントを張ってね。家の中でそのテントの中でね。子供と、えー、トランプをしたりね。トランプっていうのはあのドナルドトランプじゃなくてね。あのカードカードのことですからね。で、日本語だとトランプって言うんですね。 でそのカードをしたりオセロオセロオセロをしたりねあのチェスをしたりね将棋をしたりまあ何でもいいですよそういうゲームをしたりね、えー、そういうふうにして遊ぶ,遊ぶと子供は喜ぶんですね嬉しい嬉しい楽しい楽しいだからあのできないことはあります例えば雨が降ったらねハイキングができないだけどできることはやっぱり家族で一緒にね楽しむっていうことです で、それは素晴らしい。お父さん、お母さんのアイデアとしてね。じゃあ家の中でやろうよとかね。じゃあガレージでテントを張ろう。これは素晴らしい。ダメなお父さん、お母さんだったら多分ね。ああ、もう何もできない。ね。じゃあもういいや。子供は泣いてます。子供は泣いてるけど。ああ、いいよ。俺はじゃあネットフリックス見るから。みたいな感じでね。もう、まあ、別にネットフリックスでもいいんですけどね。なんかその、一緒に時間を過ごさない。ね。ああ、じゃあ僕はネットフリックス見るから。 ね、じゃあ子供はゲームでもしててみたいねもう家族はバラバラでね一緒に時間を過ごさないそうすると子供はかわいそうですよねまあだから逆に喜ぶ子供もいるかもしれないですけどねやったやったゲームができるみたいね <laughs> 僕はちょっとそういう子供でしたけどね僕はあの僕はどちらかといえば僕のお父さんはあのアウトドア派なんですよねアウトドアアクティビティが好きな人で。 僕は結構インドア派いつい、いつでもね、今でもそうですけど、だから家の中で、雨が降ってね、なんかあの、キャンプに行けないイェーイみたいな、<laughs> めんどくせえから行,かない行きたくなかったよみたいなね、そういう子供でしたけど、まあ、これ言ってるのは、やっぱりできないことってあります。まあ、いろいろね、天気が悪いとかね、コロナウイルスがあるとか。で、そういう時にできないことにフォーカスしても、やっぱりしょうがないんで、できることをやる。 ね、これが一番大事なことじゃないのかなと思います。ね、じゃあインターネットを使ってね、えー、勉強してますね皆さんたくさんねワニカニとかじゃあネットが使えなくなったらどうするそしたらもう漢字を何回も書くとかね教科書を使うとかで,できない時にああできないネットがつながらないから日本語勉強できないと思うんじゃなくてあじゃあこれはできるなっていうふうにねああじゃあ教科書をちょっと見ることはできるじゃんっていうふうに。 あのできないことからできることにあのそのフォーカスをね変えて、えー、やるそこがあのやっぱ大事だと僕は思います、えー、できることをね少しずつやっていきましょうそれではまた皆さん「チャオチャオアスタレイゴまたねまたねまたね」またねまたね